タワーヒル駅はロンドン都心部のタワーハムレッツク、タワーヒルにあるロンドン地下鉄の駅である。世界遺産ロンドン島の最寄り駅でロンドン島の裏側にある。この駅はトラベルカードゾーン1内にある地下駅である。サークル線とディストリクト線が発着する。この駅は少し西にあった同盟の駅を移設したものである。建設の際にはロンドン地下鉄の黎明駅に廃止された。 タワーオブ、ロンドン駅の移行を再利用している。この駅は現在改装工事が行われているが、完成は2007年9月の予定から大幅に遅れている。世界遺産でもあるロンドン屈指の観光地である、ロンドン島に近い。また、現在シティオブロンドンとなっている地域を囲む、ロンドン城壁の最も大きな移行の一つと駅の出入り口は数メートルしか離れていない。近隣には、 タワーゲートウェイ駅とフェンチャーチストリート駅がある。日中のダイヤはおおむね以下の通りである。本数は1時間あたりの発着数。ロンドンバスの15系統とヘリテージルートの 15A1、ナイトバスの N15 系統が当駅を経由する。アウトオブステーションインターチェンジェス。ロンドン交通局。2012年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年3月12日閲覧。マルチ・イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセー時データ・ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。ありがとうございます。